ゲボルクサリベコビチアネソグリアン。民族名ゲボルグサリベキハネソグリアンは、アルメニア人のボリシェビキ。1891年11月20日、ロシア帝国エリバニ県、アレクサンドロポリで生まれた。1903年に、地元の2年生教区学校を卒業し、1906年から、様々な印刷所で働くと共に宣伝、デモストライキに関わる。 同年から1912年まではアルメニア革命連盟に加盟していたが、1917年6月からボリシェビキとなった。アルメニア第一共和国における1920年の5月放棄に参加して死刑判決を受けたが、その後アルメニア社会主義ソビエト共和国が成立すると、翌1921年にアルメニア労組中央会議組織局責任初期や、 アルメニア赤軍メンバーとなり、同年の旧政権による2月放棄をカマルルの最前線で鎮圧した。同年から1924年まで軍都知部部長、同年から翌1925年まで、レニナカン軍ソビエト執行委員会副議長、同年から翌1926年まで、アルメニア共産党、レニナカン軍委責任初期、 同年から1928年まで同軍ソビエト執行委議長を務め、同年6月7日から1930年5月5日までは、エリバニシソビエト執行委議長、1929年から1930年6月までは、エリバニカンクソビエト執行委議長、同月15日から12月6日までは、国民経済最高会議議長を務めた。 同年から翌1931年まで、トラスト長、1931年12月13日から1933年9月11日まで、財務人民委員、同年から1934年まで労組、中央会議議長、同年から1936年7月まで等、エリバニシー、第記。初期、1937年3月24日まで、 全連邦共産党ザカフカース地方委局員を務め、1936年8月4日から1937年1月28日までは、再度エリバニシソビエト執行委員長に就いた。1936年11月17日までは、公共サービス人民委員、同日から翌1937年7月29日までは、中央執行委員長も務めたが、 同年11月に逮捕され、翌1938年に銃殺された。ありがとうございます。